こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はワールドスター大谷選手狙いで引いてみた、やっていこうかなと思います。無課金でやってるものでイベントも累計回収、自然回復やってからのガチャっていうことで遅くなりましたけれども、そのガチャを引いていきながら今後のガチャの話もしていこうと思います。エナジー面ではアニバヤ選択とか OB 年末くそうかなと思ってるんですけど、それに向けてどのくらい今から増えそうなのかっていうところも紹介していくんで、現状のエナジー数で追加のガチャしようか迷ってる方とか参考になればなと思っております。あとアニバ選択のおすすめのガチャですかね、どっちがおすすめかっていうところだったりとか、まあ、年末福袋のかかりそうなエナジー数に関しても話をしていきますし、まあ、大谷選手二通りするっていう方もねいると思うので、限界突破に関しての個人的な、まあ、重要な考え方みたいなところもね、まあ、重要っていうか基本というか、まあ、話をねしていければなと思っておりますので、まあ、なんか情報込み込みで、まあ、ガチャも楽しんでもらえればなと思います。ってことでやっていきましょう。それでは最初に簡単に狙いの3選手と引こうと思った理由ね軽く紹介してからガチャに入っていこうと思います。まあ、狙いは大谷投手が大本命で、まあ、2番目はレア度的にもやっぱり野手大谷選手っていう風なところになりまして、まあ、3番目にできれば中村宏選手っていう風になっております。まあ、ただ中村選手はまあ最悪当たらなくても TS 版スピ解放で我慢という風に考えてはおりますがって感じですね。まあ、高額の発動率アップすることと、まあ、スピッツ更新も含めてできれば当てておきたいところになります。野手大谷選手もできればやっぱ欲しいですね。まあ、ちょっとパワー S、 しかも比較界でパワープラス6ですから、まあ、ミートの下がらないフルスイングみたいな特能をしておりまして、まあ、特能全部発動でパワー108までいけるっていうことで、まあ、最強すぎるで、しかも足も速いっていうちょっとぶっ壊れな最強打者になってるんで、まあ、正直二刀流できるとはいえ極みでスピ解放どっちもする余裕はないので、テクニカル汎用になってしまうっていうところで一応まあ無理しなくてもいいかなというふうに思ってはおります。伝統スポーツありまくってたらちょっとこっちも絶対取っておきたいぐらいだったかなーってことですかね。で、当初大谷選手に関しては、まあ、サムライ版持ってたんですけどちょっと強くなったのかなというふうに思いましたので、まあ、ぜひとも最強バージョン取りたいなと考えております。まあ、理由はスイーパーの回転がカットボールと近くなったっていうところと、まあ、変化量アップで、あと特能も強くなってるっていうところが主に挙げられております。まあ、相手能力もがっつり下げられそうですし、まあ、特に右バッターに対して結構ねスイーパーとカットボール生かして投げやすいのかなというふうな印象です。まあ、これでもし左投げだった場合ね、まあ、プロスピ的に左バッターよく使ってる方が多いんで、まあ、本当に最強格だったなっていう、ね、唯一のデメリットは右投げみたいな、そんな感じのイメージですね。さあ、それでは引いていきます。まあ、そもそも累計で投手大谷選手が当たった場合は、さすがにまあ、ゼロエナジーだったら、まあ、それだけでガチャなしでいいかなと思ってたんですが、まあ、さすがに当たらなかったので、まあ、ここはしっかり引いて、最悪攻めきになってもいいので、まあ、その確定外からの獲得も含めての合計4人、ガチャで確保して攻めきっていうところで、投手大谷選手をね、最低限獲得しようと思ってます。ただし、途中で運よく、どちらかの大谷選手が当たった場合は、もう二刀流、両取りを目指して、というところで、さらにね、もう一体の、選手確保して、セレミキっていうところを狙っていこうと思います。まあ、なんといってもね、この大谷セレクションのために、無課金で6700エナジー、まあ、今のところ260連かな。まあ、期間中270連目まで最悪いけるんで、まあ、そこの余裕もあるので、こういうちょっと思い切った考え方をしております。まあ、本当はちょっと怖いんですけどね。まあまあまあ。とりあえずまあ、確定外からの一人をまずは目指して引いていきたいところですが、まあ、ここは微妙かな。さあ、まずは10連目ですが、さあ、A ランク、高橋投手しました。どうでしょうね。いや、久々のちょっと動画になってしまったんで、なんか言いたいことをちゃんと言えるか怪しいんですけど、楽しんでいこうと思います。ちょっと表示があれですけども、A ランクはね、ここ、ワールドチャレンジ確率 20% なので、そこも若干引いていきたいところですね。はい。はい、ではってことで、まあ、まずは90連目ですね。90連で、確定外からの獲得含めて4人ゲットできたら追いガチャしていこうと思います。まあ、出なかった場合はもう90円というか、まあ、そのセレミキか次のもう1体でのセレミキで終わろうというふうに考えております。まあ、結構いろんな方のコメント見ていきますと、やっぱりね確率はあるとはいえ、まあなんだかんだめちゃくちゃ沼ったなんて方もいるんで、さすがにそこまでの香りはしないかなと思ってます。まあやっぱり今後も注目ガチャアニバーサリー1弾、選択契約書も2回あったり、あとは年末に、まあ、OB なのか、また別のセレクションなのかとか、その辺はわかんないんですけど、まあ、OB かな。まあ、豪華な選手が来るとしたら、年末が、まあ、濃厚だと思います。毎年そういう流れになってますので、そこが注目、まあ、準備すべきガチャになってくるかなと思っております。ってことで、30連目行きましょう。ちなみに自身もね、日ハムに帰ってきました。まあ、その方がちょっとカメラ来た時の
ドキドキ感ね最後まで味わえるんで、うん、正直ネタバレちょっと嫌ですよね、まあ、見てる中で、うん、オリックスで来たら、まあ、中村選手嬉しいんですけど今回はちょっともっと嬉しい選手がいるんでってところで日曜日でいきます。さあやっていきましょう。さあ1回目のガチャでのワールドチャレンジャー確定いきましょう。1枚っぽいですね。これいけるかな。 A ランクもね期待してますけどワールドスターと比べるとね大谷選手当たりづらいんでそこはあんま正直今回は期待してません。 A ランク欲しい人はワールドスター結構おすすめなんですけどね。ってことで画像あれですけど誰ですかちゃんとローディングしてもらっていいですか。わからん。ニュー誰岩村選手ね反応分かりづらいわ。はい、で40連目ですね。ちょっとエナジー関連の話もしていこうと思いますが、今後の注目ガチャアニバ選択と年末とかのガチャ引くまでにこれから10月29日から増やせそうなエナジー数こんな感じになってます。まあ、1日平均30エナジー月で言うと900エナジーずつ増やしていけるペースで、まあ、各ガチャの終了ギリギリまでの日数で考えるとこのぐらいというふうになっております。まあ頑張れる方は1日33エナジー計算でもいいんですけど、まあ例えば選択1回目引きたいよっていう方はプラス720できそうなので、まあ現状今日時点ですかね29時点でまあ530くらい持っていれば50連できるんじゃないかギリでっていう風な感じになります。いやちょっとこれも迷いどころですね。これも絶対引きたいよっていう選手が決まってる方は注意です。おおいいね、 A ランク大谷選手ナイス。はい、では50連目いきましょう。でまあガチャおすすめどころなんですけど、まあ、アニバーサリー片方しか無理っていう方だと、まあ、どっちかっていうと、まあ、2段の方がメンバー的にはリアタイム行きな選手多い印象なので、まあ、片方だけ、まあ、特別こだわりのある選手が1段になければ、まあ、2段でいいんじゃないかなと思っております。結構ねこの強い選手たちの A ランクも含めて当てやすいので、特にねまだ極み選手が少ない初心者の方とかはまあ確実に S のいい選手もゲットしつつ強めな A ランクも多く集めやすいのでかなり強化に向いているおすすめなガチャになります。おっさんコンボねつきますね。リーグ強化も含めてもやっぱりこれ引いておくと累計で狙いが当たんなかった場合ねしっかりとコンボも確保しつついい選手補強できるんでいいかなと思ってます。まあ、1500でね絶対終われるっていうのがまあいいですよね基本的にね。ちょっとこのだからワールドチャレンジャーとかで純正必須級とかの選手来ちゃうとほんとしんどい部分はねありますよね。さあ確定の60連目です。頼むからちょっと2枚引きもないのかな。確率的にはもうね確定が来ていいはずなんですけどね。ただでさえ 30% でしかワールドチャレンジャー来ないんで2枚引き欲しかったんですけどなさそうです。ちょっと見ていきましょうか。ナウローディングはちゃんとされてるみたいですね。よかった。さっきの誰やねん状態はちょっと驚きましたけれども、さあ2回目のワーチャレガチャでの選手は田中健介選手だったらカメラ来てもよかったよなんかうーん日ハム以外だと思ったんですけどね。カメラなしの田中健介選手。はい、ではね70連目ですね。で契約書付き福袋に関しては今回2回開催が決まってるっていうところなんで、どっちがいいかに関してはどうですかね。ちょっと契約書で選べる選手によってまあ、ちょっと変わってくる部分だと思うんですけど、まあ、2回目の方に関しては完全移行後っていうことになってるんで、まあ、ガチャで絶対私立選手しか当たらないっていうのが魅力な部分だと思います。逆に1回目の方だと完全移行前なんで、まあ、確定外の S ランクっていうか選択契約書以外の S ランク、おいいねいいねいいね来てるに関しては C1 選手も当たっちゃうっていうところも考えると、まあ選択契約書以外でのいろんな補強ではその2回目の方が私立確定っていうのは魅力的なところになっております。さあうわ数乗きたちょっとなんか話しながら難しいなこれ。ワールドチャレンジャー当てらずということですね。まあなのでまあその私立2回目のおかわりは侍ジャパンの成績次第でシステムがね1回目と同じに持っていけるかっていうのが変わってくるんで、侍ジャパンの成績が悪いとまあだったら1回目の方がシステム自チーム S 確定とかそこも含めて魅力的になるとかあるんですけど、ちょっとそこもやっぱ侍ジャパン選手の活躍次第って感じですかね。あと選択契約書に関しても対象選手はそのガチャ登場までに追加されている今年の選手たちが対象ってなってくるんですね。通常選手というふうになってくるんですけど、まあ、1回目はシルバーの選手も選べるんですが、2回目はどうなんですかね。まあ、その去年とかの例で言うと2月ぐらいに来る選択契約書では C2 しか選べなかったんで完全に統合になって、
まあ、なので今回ももしかしたらおかわりは私立しか選べないのかもみたいな選択肢ですねっていうふうに思ったりする。ちょっとこの辺ちょっと情報を得てないんですけど、分かる方いたら教えてほしいんですが、まあ、そこにもやってくるかなって感じですかね。まあ、なのでシリワン選手が絶対欲しいと思っている人は、まあ、とりあえず1回目の福袋に照準合わせた方がいいんじゃないかなとは思います。うん、さあ9チーム目ですよ。ここで2枚目来ないかな。ちょっとそろそろマジで頼むわ。結構渋めですかね今このガチャね。重いなぁ、90連サクッと引いたけど久々。さあ2枚目行きなさそうですかね。行きましょうか。ここでどうしようかな。もうちょっと枚数が少なすぎるんでどっちみち終わっちゃうかな、90連で。さあはい、マイケル選手確定だけですもんね多分これで。まあ、ミキサーなしになってくれたら嬉しいぐらいですけども、井口選手、さあ追いガチャ決定しました。なかなか大谷選手が当たりませんね。はい、じゃあちょっと怖いんですけど100連目以降やっていこうかなと思います。いやちょっとなんか今人からの隣の部屋がちょっとうるさいんで、ギーキーうるさいと思うんですけども、まあ、やっていきましょう。ちょっとビビりますねこれね。はい、ということで、年末のガチャに関しても軽く紹介していきます。まあ、また動画にすると思うんですけれども、まあ、必要エナジー数っていうところではイメージはどこですかね。やり方次第で変わると思います。本当にガチャだけでいいよっていう方に関しては、まあ、通常じゃなくて新年福袋毎10連 S 確定みたいなやつが、まあ、その時来るので、それを50連っていうのがおすすめになるんで、1250、まあ、計算して貯めていこうみたいな感じになっていきます。でもしくは絶対狙う選手当てないと意味ないっていう方に関しては、A ガチャが来ると思うんで、ボーナスガチャ次第で変わるので、 A ガチャだけの方で言うと、まあ、合計1000くらい、多くて1100みたいなところでね、なんとかなることが多いかなっていう印象ですね。もしくは、新年福袋10連だけしてやるっていうのも、まあ、全然ありなんで、まあ、そこも本当に100エナジーぐらいしか変わんないかなぐらいの差でしかならないんですけど、まあ、合計1100ぐらいとかで選択スケットできるとこまで頑張れるんじゃないのかなと思ったりしますね。でもしくはもうがっつりいろんな選手を複数当てていきたいみたいな方は、新年福袋50連、まあワンチャンそれで狙い当てて撤退したいみたいな方も多くて、まあそれでランキングの伸びが悪いみたいなのが年末とかあるんですけど、てか S はダメな。それを含めて走る方だと1250のガチャプラスランキング、もう750とかでいけるのかな。だから合計2000か、まあ、1900ぐらいで合計で、なんとかだと思うんで、福袋50とランキングみたいな方に関しては、そのぐらいをイメージしてもらうといいかなと思ってます。まあ、無難に、福袋10連とランキングがいいかなって思いますけどね。まあ、時間のない方とかだと、ボーナス上げないとしんどいってあると思うんで、そういう感じの方は、そのぐらいのエナジー数用意しておくといいかもしれません。なんなら通常のやつ30連引いた方が一番早いっちゃ早いけど、まあ、やっぱ福袋、魅力的ですよね。ってことで、そろそろ S ランク頼む。ちょっとそろそろしんどい、マジで。さすがに、まあ、僕もアニバ選択で猛烈に欲しいっていう選手はちょっとさすがにもう無課金で5年近くやってるんでいなくなっちゃったんですけど、当たんねえな。なので OB の年末準備するとしたらどうだろうね、まあ、糸井選手とか OB 版の人が欲しいしみたいな感じのところですが、嘘だろ。はい、相手は相手130連目ですね。結構ビビってきましたね。やっていきましょうか。じゃあまあちょっと話、まあ、限界突破コーチ問題ですかね。まあ、やっぱり二刀流大谷選手、まあ、めっちゃ魅力的なんで結構やりたい方も多いと思うんですけど、正直どっちもやるのはさすがに煙突コーチの負担でかすぎて無課金しないんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、現状めっちゃ持ってる人、15、20とか持ってる人はいいかなと思うんですけど、まあ、やっぱそれ5枚以下とかだとね、もうさすがに、まあ、そもそも極みに持っていくのもしんどいし、そこからスピ解放をどうせするだと思うんで、まあ、毎回徴用に戻って戻すためにコーチ使うみたいな感じになるってことを考えると、まあ、どうしよう大谷だけスピ解放の方が、まあ、ぶっちゃけ他のポジションでね、スピ解放どうしてもしたいっていう選手、出てくると思うんで、まあ今後の運用としてはなんとかしやすい気はする、負担が少ないかなって印象ですかね。さあ頼む。140レベルだよね。さあ当たってもいい頃ですよ。マジか。なので嘘でしょ、来ないんだ。
すげえろっていうことなんでね、そこはちょっと幻突問題は要注意っていうところはあります。今楽しければ OK ならいいんですけど、まあ、どうしてもスピカーしたい選手ってどん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 、ね、歴長くなるにつれて増えていくんで、そこは要注意です。まあ、なので、まあ、そういう対策としては、まあ、コーチ増やすっていう面で幻突コーチガチャ引く、あとスピカー方予定の選手の A が、まあ、出やすいガチャを引くとかね、まあ、2番ももしかしていいかもしれないんですけどとか、まあ、自チーム A 契約書で毎度スピカー予定の選手を狙っていくとかいうの大事になったりしますかね。ってところで150だよ。嘘やろ、そろそろ来るんちゃうの。おーい、ちょ、どんどんコスパ悪くなるって、やば、マジか。もうこんな感じはもうほんと確定外引くとしたら、もう確定外追わなきゃいけないガチャ、サムライ大谷さん以来ですからね、2回目の挑戦なんですけど、いやー怖えー、これがあるから怖いんだよ。ってことで160連目ですね。ちょっとこのちょっと前の時のなんかこのガチャに必要なエナジー数はみたいな解説したか忘れましたけど、まあなんかその時確か140連分3500円あれば、まあ引いてもいいんじゃないですか、もう挑戦してもまあいいんじゃないですかね、まあそのくらい確率的にみたいな話しましたけど、これやっちゃうとね、その解説もできないですね。いくらあっても怖いですよとしか言えなくなっちゃうんで、ちょっと頼むわ。そろそろ来てくれないと今後にも響くいろんな意味で。はい、うん、160ですよ。わぁ、ほぉ。ちょっとあんまバカ、ただバカになってしまった。はい。まぁ、あ、ちょっとね、今後のガチャね、まぁ、あ、最悪年末引ければいいってのあるんですけど、やっぱアニバト選択1個ずつぐらいはね、引こうかなと思ってまして、まぁ、あ、その場合ですね、フェア制度同じ数が、まぁ、あ、年末まで2000ぐらい増やせるってことを考えると、まぁ、あ、今2180あれば、まぁ、あ、全部4250かかるんで、まぁ、あ、なんとかなるってところ、2180は聞いたくないですよ、どう考えても。うん、まぁ、あ、なんなら他もちょっと、ねえ、アニバ OB っていう選択も取るんだったら2430必要だしってところで、そこも切りたくないみたいなね、っていうところになってくるんですけれども、まあ、170だよ。まあまあ、さすがに当たるよね。まあ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 、最後にね、レインボー来るパターンが、頼むよ。いやだよー。いや、エナジーどんだけ食べた思てんねん。ええー、な、6000何百エナジーって6ヶ月、7ヶ月分ですよ。6ヶ月半かな、うん。うわ、もう、もう大谷さんじゃないよ。幻突コーチガチャ引いたと考えればマシかとか、そんなふうな妥協な考え方もできないよ。180連目行きましょうか。はい。うわ、もうや、ただもうちょっともう、なんか何話そう。うん、もういや、とりあえず引いてます。もうわけわかんない。うわぁ、あんだけエナジーあったよ。はい、ちょ、待って。今これで当たらなかった場合は、アニバ選択 OB しかできないのか？あ、もうちょっとわかんない。もう、とりあえず当たって。当たんないの？ちょっと頼むよ、もう。ああこんななるの？なるの？とか言って。いや、やっぱね、無課金たるもの、やっぱり確定ね。好きな選手確定のとこまでしか引かないっていうのがもう基本でしたから、60連か50連でね。はい、じゃあ190連目です。未だに信じられないんですけど190連目です。これによって引くことによってアニバ選択年末 OB が無理になりました。はい、狭まりました選択肢が。ただこれで当たれば選択 OB はいけます多分。なのでちょっと正直アニバ引きたいんだけどな、片方な。アニバ2段選択1回と、みたいなイメージではあったのですが、選択 OB すら無理ですか？え？あー、はい。マジか。ねえ、やだってこんな減るの？もう冒頭でね、260もありますけど余裕です、みたいな話してましたね、多分ね。ぶっこいてたけど、これで190終わったよ。大谷さんは来ただけど。いや、もう2枚引きとかないと無理なんですけど、もうやってらんないんですけど。はい、200連目です。初200連。こんなの初めて。ちょ、もう2枚引きしてくれ。もう、どっかしらで。もう最悪。投手大谷プラス中村のりさん。もしくはと、野手大谷。もうそれじゃないと、なんかもう満足。コスパやばいて。もうこれから今後一切声が、来たー！やっと来たー！ちょっと待って、演出今中村のりさんだよね。今、ちょっと1位もリクスだから。ってことですよね。
2枚引き、じゃあ2枚引き。中村のりさんと投手大谷なら、まあまあ、許せる。許せる。もうないの、嘘やん、もう。終わった。今後ないよね。もうね、なんもないよね。おーい。おーい。おい、仲間。追い勝ちは無理だな、さすがにな。さあ、これか。はい、ミキサー要因になっちゃいます。はい、ミキサー要因。嘘だろ。中村のりきのミキサー要因。嘘だろ。ああ、終わったー。直してだよ。はーい、ってことで、セレクトミキサーでーす。はい。大谷さん撮ります。200連かかった成果が大谷さん一人。っていうところで、中村のりさんもさよなら。さよなら。お疲れ様でした。はい。ってことで、皆さん5000エナジー、累計で当たった人はね、もう5000エナジー俺得したんだと思って、はい、喜び、かみしめてください。お疲れでした。ってことでね、またこれからですけど、動画バシバシまたやっていくんで、メジャースピも上げていくと思うんですけど、プロスピもがっつりやっていくんで、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ご視聴、ありがとうございました。